オカルトを楽しく学ぶ、えー、オカルトエンタメ大学の時間です、えー、皆さんお久しぶりですライターの村田ラムです今年の4月に青木ヶ原樹海についての授業で登壇して以来になります今日のテーマはホームレスですなぜホームレスオカルトと関係ないじゃんと思われた方も多いかもしれませんしかし今夜私がお伝えすることはオカルトも含めて重要なことが多いと思いますので えー、関係ないから見るのやめようと思わずにですね、えー、最後までご覧になっていただけるとありがたいですでは早速授業を始めていきましょう、えー、まず初めにですね、えー、なんで今回ホーームレス授業ののテーマに取り上げたたかとといいいいう理由を説明していきたいと思いますちょっと前になるんですけれども、えー、メンタリストの DAIGO さんがですね、えー、自身の YouTube チャンネルの中でホームレスに対する差別的ヘイト的な発言を行ったとしてですね 大変炎上いたたししましたで、まあ、本人はもうすでに謝罪してますので彼自身を攻撃したりするつもりは全くないのですが聞くに足りない発言があったのは事実ですし彼の発言を聞いて、えー、賛同するようなコメントがいっぱい寄せられたというのは事実です。なので、まあ、これってまあホームレスを 差別していこう、えー、同じ人間として見ないでいこうという方向性にですね、えー、今まで世界でずっと繰り返されてきた差別迫害の歴史に通ずるものを感じました、えー、私はこう20年間ホームレスの取材を続けてるんですけど先日の DAIGO さんの放送を見たらですねなんかあいつら、えー、臭いしいない方が良くないみたいな話を知ってらっしゃったんですが 私はもう全然逆でですね最初はもう母親と上野公園に遊びに行ったんですがまあ90年終わりぐらいだったんですがものすごい数のホームレスの人がいらっしゃってもう1,000人以上の人がこうテント生活をしている状態だったんですねちょっと楽しそうにも見えたし不思議な光景でもあったしものすごい興味が湧いて話を聞きたいと思ったけどその時は僕専業のイラストレーターだったので何かこう話を聞くっていうのもおかしいなと思って。 じゃあライターになろうと思ってライターになったのでまあなんか僕としてはそれでその「ホームレス」の取材を始めたのと「青木ヶ原樹海」の取材を始めたのが僕のライターのきっかけでまあそのどちらもいまだに取材して続けているという息の長く取材をしているテーマなんですけれどもまあ両方とも興味が尽きることはなくいまだに取材させていただいてます。今日は 20年以上ホームレスを取材してきた私がですね今回の d a i さんの発言からどのようにホームレスを捉えるべきかというのを考えていきたいと思います d a i さんほどひどくはないとしてもですねホームレスに対して良くないイメージを持っている人というのは非常に多いです僕が最初に本を出したのは20年ほど前なんですけれどももう本を出しましたよとこう 周りの人に言うとですね、まあ、ホームレスなんてあんなん働きたくないだけでサボってる連中でしょ取材して本出して意味あんのとかですね昔だったらこう不労罪として捕まえられていたはずでもう今でも捕まえてみんな処刑しちゃえばいいんだよみたいなかなり残酷で怖い意見みたいなのをいっぱい聞きました、まあ、結構著名な作家さんとかもそういう発言をしているのを何度も聞いた覚えがありますでこうまあ居酒屋とかで話をしていてもですね ホームレスを1か所に集めてなんかピラミッドを作るような労働をさせたらいいんだよとか生活保護受給者のほとんどはもう働く気のないクズでねそういうやつの子供もも絶対クズになるんだからもう全部こう排除していった方がいいよみたいなかなりつらい意見を言う人もたくさんいます。では実際にホームレスというのはどういう人なのか見ていきましょう。 詳しくはですね、えー、私の書籍である「ホームレス消滅」を読んでいただきたいんですけどこの本は私が20年間取材してきた内容と、まあ、それに加えて実際こう公的機関が出しているデータをこう併記しましてどこで何が起こったのかとか世界ではどういう情報状況だったのかみたいなのが網羅できるので一読していただければホームレスに対する情報がざっくりとわかる本なんじゃないかなと思っております。 この本を書いてですねやっぱり思うことはですね結局ホームレスはこういう人ですみたいな簡単なくくりではなかなかくくれないんですよねっていうことです先ほど述べたホームレスの誹謗中傷もまあ穴がち間違いじゃない部分があるのも事実なんです実際まあ働きたくないよとか昔悪いことやってよとか下手するとね昔したこと人殺したことあるんだよなんて威張ってるホームレスがいるのも事実なんですよね そうかと思えば今でも働いてるんだよっていう人もいるしホームレス生活を抜けたいっていう人もいるしものすごい反省してる人もいるし例えばホームレスになる原因っていうのも人それぞれで多くの人は肉体労働をしててで仕事であぶれてそのうちホームレスになってしまったっていう人も多いんですけれどどっかで犯罪を犯してしまってで逃げているから家を借りられずにホームレスになってるっていう人もいますし。 意外なのは財布を落としちゃって財布の中に免許が入っててでもういろいろ手続きが面倒くさくなってホームレスになっちゃったって人もいます他にはですね生活保護って家を借りられるんですけどなかなかペットかっていう物件は借りられないんですねそれまでに可愛がってた犬とか猫がいてその犬とか猫とかを処分することはどうしてもできなくってホームレスになったっていう人もいます中には そういうういい時にに簡単にこう処分してしてまま人もいますよねホームレスになっても犬猫を最後まで飼いたいというのは人として正しい判断だと僕は思います。なんか働いてないという人も多いんですが実際にはこう僕があの河川敷で話を聞いた人は河川敷に、まあ、かなり早い段階で家を建ててホームレス生活を始めてちゃんと発電機も置いて畑も耕してそんなこともしつつあのちゃんと工場に仕事に行って。 収入も得てでホームレス生活しながらなんか奥さんも見つけて結婚してみたいな人もいました、まあ、そんなの多分一般的なホームレス論から言ったら全然違うしただそんな人もいますしまあそれはもうサラリーマンであろうが学生であろうがそうなんですけどいいやつもいるし悪いやつもいるっていう事実なんですね。 まあ例えばですね、サラリーマンの人が痴漢したっていうニュースがあったとしても、じゃあサラリーマンで全員が痴漢する人たちなんだっていうふうにはまあ皆さん捉えないと思うんですね。なので、たまにホームレスの人が事件を起こすことが例えあったとしても、だから全員ホームレスは何々なんだっていうのはちょっとやっぱり暴力的である問題があると思うわけです。 まあ負の面も少し述べておきますとやっぱりホームレスを取材していると、えー、やっぱアルコールを飲んでアルコールを飲むことによって仕事に行けなくなってそのうちにホームレスになった人っていうのもたくさんいますアルコール依存症である人も多いですしもっと言うと覚醒剤中毒の人もいますそういう犯罪に手を染めたことがあるっていう人も少なくないです。ままた逆に彼らも真面面目な一面はありまして ほとんど多くの人が働いています。これは当たり前なんですけど、ホームレス生活でも現金が全くないと生活していけませんから、まあ多くの人は廃品回収を集めて、それを換金して現金収入にしています。大体多くの人はアルミ缶を集めていて、まあアルミ缶が大体 1kg80 円から、まあ高い時で200円ぐらいまで上がるんですけど、まあ中央値は120円ぐらいでしょうか。まあある程度健康なホームレスが、 1>, 1日中走り回って3000円4000円稼げたら稼げている方ぐらいのお金です。だから1ヶ月毎日のように頑張ってもまあ10万円いったら稼げているっていうぐらいのかなりまあ重労働です。えー、僕も一回やったことありますけれどもやっぱりもう本当に1日やっただけですぐ足が痛くなって。 ただ集めればいいだけじゃなくて期間潰さなきゃいけないので期間、まあ、踏んだりハンマーで叩いたら手足も痛くなるし体中にジュースの残り汁がついて臭くなるしまあこんなにやって3000円しかもらえないのっていう仕事ですなのでまあホームレスは働いてないよねっていうのも、まあ、実際にはデータ的にはそうではないよってことになりますねでまあこういう情報っていうのは、まあ、僕がまあ取材したのもありますし公の機関とかボランティア団体とかが実際に ホームレスに取材をして得たデータですね統計ですある程度信頼してもいいと思うんですねただ居酒屋とかでおじさんが言うですねホームレスはやる気のない人間だとかですね生活保護受給者は働いている人間を馬鹿にしている嘲笑っているみたいなデータは個人的にそう思ってるだけの妄想の情報なんですねだからまあエビデンスがないというか 例えばそういう人が一人ぐらいいたかもしれないけど全体がそうだっていう正確なデータなわけじゃないわけです。こういうそういうですね、えー、妄想から得た情報を元にヘイトスピーチをする人とかは、えー、非常に多いわけです。ただこれ逆もありまして、まあよくボランティア団体とかが記事を出す時には多いんですけれども、ホームレスは全員働きたいと思ってるんですよとか、ホームレスってもう本当にいい人ばっかり。 悪人とか本当にいないですよ。みたいな情報もよく出されるんです。これがですね。これも妄想情報であることは間違いがなくてだけど、褒めてるんだからいいじゃん。っていうなりがちなんですが、これが非常に危険でして、彼らは働きたいと思ってるから救ってあげよう。悪人ではないから救ってあげよう。っていう考えに行きがちなんですね。これ、ね、d a i さんのあの会見でもこのようなこと言ってたんですけれども。 あの、そういうふうにあの、正しいから救ってあげようって考え方は、また逆にヘイトにつながりやすくて、正しくないなら、じゃあやっぱり殺してやろうとか、やっぱり締め付けてやろうというふうに行きがちなので、やっぱり統計をちゃんと取って、その統計をきちんと見るっていうことはやっぱり大事ですね。私が取材したホームレスの中には、働きたくないっていう人もいますし、悪人だっています。まあそれがリアルなホームレスの実態です。 えー、ここでですねこの話がですねちょっとオカルトとつながっていくというか非常にオカルト業界では有名なユダヤ陰謀論にも通ずる部分がありますまあどういうことかと言いますとですねかつてヒトラーはユダヤ人すべてを外悪と見出していました当時のドイツ人は生活が困窮するぐらいに疲弊していましたのでその原因をヒトラーが追ったユダヤ人に見出したわけですでまあどうしてもこう人生がうまくいかない時って 何かのせいにしたいというのがどうしてもありますねブルーハーツ的な感じで言うと弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く的な感じですけれどもまあどうしてもその誰かのせいにして誰かを叩くでこれが多分上の方を叩いた方が革命とかになるんですけどなぜか自分より立場の低い人に向かいがちっていう,こう事実がありますダニー対戦中にはそのヘイトがユダヤに向かって 未曾有の大虐殺が起きたわけです。同じような構図が起きていて、今回 d a i さんに賛同してたようなホームレスや生活保護者を許せないって言ってる人たちの中には本人も生活保護義理層であったりま、ホームレスまでは行かないまでもちょっと居場所ないっていう人が多いと思うんですね。自分がもう生活保護になるかもしれない。ホームレスになるかもしれないっていう人の方が。 ホームレです今回のように d a i さんって本人が本気でホームレスを迫害するつもりはないんでしょうけれども彼がいやみんな貧困ってやっぱり生活保護とかがあるからだよホームレスとかって全然働かない悪いやつなんだよっていうことを煽ったら、まあ、それを聞いた人がそれじゃあ迫害した方がいいんじゃないか暴力を振るった方がいいんじゃないかって賛同する人が出る可能性が まあ高いと思うんですねだからやっぱりそういう人たちに向けて発言するべき言葉ではないとやっぱり思いますユダヤ人はは悪ホームレスは怠け者というですね、えー、妄想に基づいたレッテルっていうのはとても貼りやすいわけですねそういうレッテルには統計やデータ情報は不可欠なんですが、まあ、全部抜け落ちてですね単純化された記号だけが残ってしまいまますでそこにやっぱりヘイトが生まれます。 ホームレス同様ユダヤ人だっていろんな人がいましたでしょうし、まあ、いいことばっかりじゃなかったでしょうただもう本当にユダヤ人は悪というですねそういう単純なスローガンを作って迫害したナチスの歴史はああらゆるるるヘイイトクライムに通ずるものがあると思います陰謀論は非常に昔からあるんですけれども、まあ、そもそも敵を作りたいといいととう考えががあることが多いんですねインターネット社会になってより陰謀論がはまりやすくなった。 原因はですねやっぱりこうグーグルで検索とかしてるうちにですねどうしても自分が欲しい情報だけをこう探していくようになってですねインターネットにはもうおびただしい数の情報がありますからどんな答えでも見つかるわけですね。見つかってしまうとそれが真実だと思い込んでしまう人たちがいてどうしてもそれが陰謀論を進めていくっていう結果になりやすいです。 ホームレスを攻撃する人っていうのはですねそもそもそのホームレスを攻撃したいっていうのは多分本人の中にあってですねそれで探していくとですねどうしてもその陰謀論的にホームレスの攻撃をしてもいいという理由を見つけてしまいますからそうかこういう陰謀論があるこういうふうにホームレスが悪いんだって思っただから攻撃していいっていうふうに考えてしまうことがあると思います。 今年小田急線で乗客10名を無差別に襲う殺傷事件が起きました犯人の男は以前サークルでバカにされ出会い系でも断られるなどし勝ち組の女や幸せそうなカップルを見ると殺したくなるようになったと供述していたらしいですネット用語ではこういった人たちのことを無敵の人と呼びます女性全体を憎むべき対象だと思ってですね えー、妄想の中で敵認定をすることでヘイト事件を起こしたと言えるでしょうそしてこの犯人は貧困で生活保護を受けていたと言います、えー、貧困と孤独と犯罪は統計的にもつながりがあるとされています、えー、残念ながらですね今後日本はどんどん所得の格差が広がっていくと思いますもうすでに中間層は消えつつありますし富裕層とプチ貧困層そして大貧困層と分かれていくと思います当然貧困の人が 全て犯犯罪を犯すわけではありません生活が苦しくなって孤独を感じて人生に絶望を感じてたりするとその原因をですねどうしても自分より下の人間だと思い込むようになってですねどうしてもことが起きてしまいがちですこの犯人はですね、えー、まあ誰でもいいという供述しているんですけれどもまあ多くのこういう差別事件の場合誰でもいいということが多いんですけど。 やっぱりこう女性を相手にしていることが多いんですね女性や子供自分より弱いものに対してヘイトがいく暴力がいくっていうことが多いわけです。でやっぱそういう時大事なのはやっぱそういうのを煽る人が出てきたとしてもそういう言葉に洗脳されてはならない耳を貸してはならないということですね実際ヘイト事件を起こしてですね。 弱者を攻撃したところで現実は変わらないですしあなたの人生はもうそれで終わりになる可能性が非常に高いわけですからそうやって自分とは違う誰かを敵にしてどん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 戦っていくとまあどん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 孤独になっていきがちですまあ無敵の人なんですけど無敵の人っていうのはやっぱり誰からも愛されてない人が多いわけですねでやっぱり愛されていないとやっぱり自分も相手に対して愛する必要がないですからああ壊してやるよってなりがちですから 無敵の人と言っても最初から無敵な人なわけじゃなくて作られてしまった無敵な人だと言えると思います。僕はですね、えー、20年ぐらい前にホームレスの取材をしてた時って今のまあ10倍近くホームレスの人がいたわけです。今1分の1になりました。もうなった理由というのは景気が良くなった。 ということではなくてですねほぼ100%生活保護を受給しやすくなったからなんですね結局、えー、生活保護っていうのはまあ、今日本の貧困層の要というか人間が人間らしく生きられることを保障しているというですねそういう,う制度ですのでまあ、これがなくなってしまったらですねものすごい数のホームレスがまた増えると思います、まあ、いくら締め付けしてると言ったって家がなくなったらホームレス生活をするしかないですから、えー、もし生活保護が 受けられない人たちが増えたらもう駅前や公園とかが昔以上にホームレスの人でいっぱいっていうことになるのは、えー、まあ目に見えていると思いますここでまた大吾さんの発言なんですが生活保護の人たちに食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいということを訴えていらっしゃいましたみんなが賛同する意見がわーっとこうコメントで流れているのも見ましたでそれがまあ広がってですねえー、みんながですね国に対して生活保護をなくせ生活保護を をやるぐらいだったら違うことに回せっていう声がどん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 大きくなっていったらですね国も当然そこにお金をかけるのをやめてしまうかもしれませんでもそうなったら当然さっき言った通りホームレスの人も増えるでしょうし自殺者も増えるでしょう餓死する人も増えるでしょう当然そのこから抜けるために犯罪をする人も増えてま殺人だとかそういうものも増えてくると思います 生活保護がないから、なくなったから、本当にこう、天国になったってことはないと思うんですね。僕がやっぱりなるのは、どうしても地獄のような社会になってしまうんじゃないかとやっぱ思います。そういう地獄みたいな社会を救っているのが、唯一のセーフシティネットが生活保護だと思います。生活保護を、まあ、馬鹿にしているというか、攻撃している人たちも、いつ生活保護になるかわからないんですね。実際、自分は絶対ならないとか言ってた人でも、ホームレスになっちゃったなんていう人は、 少なくないわけで、絶対にならないってことはまあないわけです。そういうセーフティーネットをね、えー、壊していくとですね、自分が困ることにもなるし、自分の友達や知り合いが困ることにもなるし、それでやっぱ生活保護をもらうやつなんてクズだってずっと言ってて死ぬべきだって言ってたら、もう自分がもらう立場になったら自分を許せなくなると思うんですね。でそんな、えー、呪いをかけてですね、結局その呪いが自分に返ってきてですね、自分自身が困るようなことは。 し、えー、しないいいいようにしてたただきたいと思います韓国人に対して、えー、強いヘイト感情がある人にこうお話を伺ったことがあるんですけど、まあ、結局具体的に聞いていくともう根っこの方は特に具体的な話はなくてですねその根っこにあるのはですね、えー、非常に幼稚で単純化されたた情報だったりしますヘイトクライムをする人にとってですね、えー、暴力っていうのは正義の暴力であることが多いんですね。 僕がこう取材中、ホームレスに話を聞いていると、もうほとんど、ほとんどのホームレスの人が暴力を受けていました。店の前で寝てたら頭を蹴られたとか、階段の下で寝ていたら上から自転車を投げられただとか、卵をぶつけられただとか、まあ、河川敷なんかで多いのは若い子が花火をぶつけてきて大やけどをしたとか、大やけどして警察に行ったけど警察も相手してくれなかっただとか。 そんな聞いてるだけでもう悲しくなるような話がもうずーっとですもうずーっと何十件何百件でありますニュースで出るようにもうよっぽど多く事件は起こってるんですねでまあそれで、えー、報道なんかでも流されますけれども何、えー、で暴力をしたんだってなるとですね彼らはまあサボってて粛清してやろうと思ったとかやつらとかいない方が世のためだと思っただとかそういう俺正しいと思ってやったんだよねっていう意見が非常に多いわけです。やっぱりこう ホームレスを攻撃する人たちの中には正義というのがあって、まあそれがまあ非常に危ないという言わざるを得ないですね。犯人はどうしてもこう彼らはいらない人間だから攻撃したって言いがちです。それはヒトラーがユダヤ人は悪だから攻撃したとか、無差別殺人の男が幸せな女だから刺したとかいうのともあんまり変わらない話です。で、やっぱりホームレス、韓国人、ユダヤ人とかいうのをですね、えー、単純な記号化していくのはそもそもできないし、 しない方がいい方がですね人それぞれ考え方も違いますし歩いてきた道も違いますし今後歩いていく道も違います全然違いますから、まあ、いろんな人たちがいていろんな考え方があるからこそこうそういうふうにもういろんな多様性があって、えー、いろんなネットワークがあっていろんなわからないことがあるからこそそこがこうオカルトであったり謎だったり神秘だったりすると思うんですね。 地球がこうまあ神様が作ったんだみたいなのだけが正しいとして全員が信じていたらまあそこにやっぱオカルトは生まれないわけですから誰かが違うんじゃないかと思ったりですねこれって地球って回ってるんじゃないのとかいろいろなことを考えてこう世界が解き明かされてきたわけですからえそうやってですねもう単純なレッテルを信じるんではなくてですねわからないことは認めて調べたり話を聞いたり探したり。 楽しんだりしながらですねそういうところから正しいオカルトを感じていただきたいと思いますそれではまた次の授業でお会いしましょうオカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間ですこんばんは都市伝説研究家の早瀬康博です本日は巷に溢れる危険な霊感詐欺商法の手口とそういった詐欺に騙されないための方法をお伝えします この動画を見ている方でお祓いを受けようかなと思っている人は最後まで見た上で受けるかどうか決めても遅くはありません。それでは早速授業を始めましょう。霊感商法とは。 仕事恋愛健康家庭のことなどで最近ついてないなぁと思う時がですね人間誰にでもあると思いますそのようなですね悩みにつけ込んで相手の不安を利用して高額な商品を売りつける悪徳商法を霊感商法と言います例えばですまず1アイテムを売る数字や骨董品お札にアクセサリーパワーストーなどがこれに該当しますねそれしてお払いを進める 悪霊を払うための祈祷でございますそしてセミナーを受けさせる風水だとかチャクラインナーセルフなど霊や前世などよりもライトな言葉簡単な言葉を使用したいわゆるスピリチュアル系でございますまあこれ誤解がないように言いますけれどもこれらの商品をすべてですね詐欺とは僕は言いません目に見えない力をですね頭から否定するつもりはないしそれによって救われている人も当然いらっしゃいます 毎朝の占いを楽しむ程度も全くこれも問題ないと僕は思いますしかしだからこそ危うい面もあるんですね人間心が弱っているときは何かにすがりたくなるものです元気なときはそんなの騙されるわけがないよと思っていても何かをきっかけにコロ と騙されてしままう可能性があります例えばですけれども作家のコナン・ドイルがですね記述ハリーフーフにマジでですすよねマジックを見せたんですそしたら「うわ魔法だ!」って言い出したんですよコナン・ドイルが「これ魔法じゃないよトリックだよ」って言ったら「いやいやそれ魔法ですよいやこういうふうにするんだよ」って言ったら「ああマジックか」って言ったんですよね。 その時にハリー・フー・ディーニは賢いですよ作家のコナン・ドイルに高い知性にもかかわらず非常に騙されやすい人物だなというふうに言ってるんですよだから賢い人は騙されないとかでもないんだなとこういう話を聞くと思いますそしてここはですね非常に難しいとこなんですけれども世の中のサービスや商売は基本的に人々の負ですねを解消することにあります負とは不満不安不便 不足ななどの様々な不でございます水道ガス電気日用品は生活における不便の解消そして保険とか生態は健康などの不安の解消そしてエンタメというのはこのようにビジネスの種は人の負の解消であり人のためという思いから始まることが多いんです。つまりですね 他人への想像力を持つことがこれまた不可欠なんですねだからこそ逆に悪いことにもこれ応用されてしまいます他人の気持ちが理解できるということはそれを悪く利用するものもいるということなんです 霊感商法は分かりやすい例なんですけれどもこれ以外にも結婚詐欺とかマッチングアプリでのトラブルなどがありますマッチングアプリやえマチコンなどの運営は出会いが少ないという人々の負を解消するためにサービスを立ち上げたはずなんですねしかしこれを利用して一人は寂しいという負を持つ人々を食い物にする輩がいるのもこれ 一つ事実でございます覚えておいてほしいのはサービスや商品自体に善も悪もないということですそれらを利用する人が善にも悪にもその人が変えているということなんですね次に私が実際に取材した霊感商法を3つご紹介します1つ目霊を丸のみにするというものです例えばですけれども に「いやついんだよな」っていう人のところにですねスッとやってて「私霊を払うことができるんですよ」って言って「じゃあお願いします」って言ったら「フってこれ実際に聞いたんですけれども息を吸い出すんですって「フん何やろうと思ったら「はいできました」「払えましたよ」って言うんですよ。え今何をされたんですかって言ったら「霊を食べちゃいました」って言うんですよ。 はみたいなスーッと息吸うだけなのに霊を食べちゃう何のこと言ってんだろうとまあただそれでも霊が払えたんだったらこれでまあ安心だいいやと思ったんですけれどもその日からままた霊現象が起きてしまうんですよその人の場合は玄関のインターホンがピンポンピンポンって真夜中鳴ったりとか物が落ちたりとかっていうまあそういうものが多発する家だったんですけれどもその人を。 はまあそのまま起きてしまったので心霊現象みたいなのがしかも払えなかったなおかつこれ多額の金銭を要求していて私が来なかったらこれ危なかったですよなんて言いながらスーッと吸ってその人数十万持っていったんですよねこれが一件目でございますただですねこれ実際に霊を吸,吸えたそして霊現象がそれからなくなったという人もいましてその人に関しては僕すごいなと思ったのが歯をね全部抜いてるんですよ 一本も歯がないんですよだからね食べ物はほぼほぼ丸飲みって言ってましたねその人曰くですけれども歯っていうのは生き物を噛んでるんですよ歯肉を噛んでるから死が付着してるわけですね歯にネガティブなわけですよそしたら例もここ嫌いらしいんですよね死が付着してるからここに寄りたくないんですってだからこの歯を取り除いてスッと吸えるようにしたっていうで体の中に入れまして で塩風呂とか塩を毎日飲んで霊をこう退治するっていうのがありましてそれに関しては本当に効力があるらしく霊現象もなくなっているそうでまあ先生と呼ばれておりました。そして第二水墨画に霊を封印するこれも実際に僕が取材させていただいたんですけれどもあなた霊に疲れていますよと例えば逆に「私は霊に疲れていますどうにかなりませんかね?」と言ったらその人がですねあ 今あななたででも霊見えてないですよねと霊を感じるだけですよねじゃあ霊見えるようにしましょうか」って言って「あなたの後ろの犬はこういう人ですよ」って言って「わーっと筆走らせて水墨画に幽霊画を描くわけですよ。うわーっと幽霊ねでこれですよ」って言って「いやこんな強烈なのついてんのを払ってください」って言ったら「あもう払えてますよ」って言うんですよ。何のことですかって言ったらこの筆を使ってその霊をですねこの紙の中に私は封じ込めたわけですよ。 ででこれをですね焼いて庭に埋めますするとこれ何にももうなかったことにこれからはもう普通に暮らすことできますよって言われたその日に何かあったらしいですね。えってそれも多額取られて助けてほしいっていうやっぱ気持ちが強かったんでしょうねそれもやっぱお金取られてそれからまあ全く連絡つかないという。ただこれも実際 台湾とか中国とかではこれは本物じゃないかって言われるものがあって例えば心霊マンションとか心霊アパートとか心霊ホテルとか言われてるところに結構でっかいね掛け軸があるんですよこれなんだろうと思って聞いたらものすごい偉い先生がですね例えば神の筆なんて言われてる人が別にあの霊感とかない人がふーっと書いてくれたそこに命を吹き込むんですって1日目に生きるものが苦手性欲があると苦手って言いますけれどもやっぱり達人クラスになると筆で 生きる力を与えるわけですよこの生きてる字札に寄りつかなくなるっていう話があるんですよねだからこれももしかしたら本当にいるかもしれないですもうものすごいそれも先生って言われてましてかなり大きいホテルにそういう水墨画とかあお札とかがあるものを何度か見たことがあります三つ目がより強力な例で例を払うというものでございますあなた例がいますついてますよってそしたら 私の持つ例であなたを払って差し上げましょうって言って「いでよ!」とかって本気で言うんですってでうわうわすごい戦ってるみたいな情景を口でもって解説してくれるんですよ「今噛みつきましたよいきますああこれいけるいけるいけるあ負けちゃった次いけ」っつってポケモンみたいな感じで 1, 1体2体出すんですってで僕聞いたのと3体目に「 これはね「悪いものを使って悪いものを食うしかありませんね」って言って鬼出してましたね最終的に鬼出して鬼に引き裂いて食ってもらったの大丈夫ですよって言ってましたその日何かあったらしいですねその人は意味ないなあっていうただねこれ本当に試した人がいるんですよこれはですね血の絵というものがありましてこれはですね持ってる人 まあ持ち主に対してもそういう霊現象を起こす例えば体壊してしまうとかあとその血の絵がガタ,ガタ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 って動いたりするっていう話もあったりするんですよその時にあっちのですねまあ海外のかなりその霊現象とかに詳しいまあ研究チームがですねこの血の絵を もっと強い霊に除霊にして戦わせたらいいんじゃないかっていうことを考えましてチリンガム城というですねかなり有名な心霊スポットのお城があるんですけれどもそこにはもう入ることもまあ霊感が強い人はできないっていうぐらい強い霊がいるんですって。でそこに血の絵を置くとガタ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 っと初日震えたんですけど徐々に徐々に落ち着いていって全く普通の何にもない絵になったっていう。 話があるんですよねまあこれ結構諸説あるんですけどまだ動き続けるって話もあるんですけれどもこれが本当かどうかわかりませんけれどもちゃんと試している人もいますはい霊感詐欺の特徴について話させていただきます霊感詐欺のですね被害者の会というものがありましてそちらに僕参加させていただいたんですね霊感詐欺の被害者の会に参加した時の前印象なんですけれども 1時間ぐらいはまあそのセミナーを開いたどえらい騙されてる一番騙されてる人が立ってこういうふうな体験をしましたって言ったらみんなが「あああ」あって言うんですよねなんだろうと思ったら「私もそれです」みたいな「私それ私それ」って言ってでその人が手を挙げさせるんですよ。こういう霊感商法で騙されましたどういう霊感商法で騙されましたって言ったら、まあ、みんなが「私はこれで私はこれで私はこれで」私はこれで手を手挙げるんですよ。 でその人ごとにこうこうこうだからあなたは騙されたんですよっていうふうにその人ごとにまあ詐欺ににもこれから会わないいいよううねねっててセミナーを開いてました、ね、先ほど紹介した3つの体験談にあるお祓い例えば丸呑みそして水墨画に霊を封印そしてもうより強力な霊で霊を払うというこの3つなんですけれども実はこれありがちなんです、ね、実は僕が取材した人だけではなく他にも体験した人が まあ詐欺でですすねあった人がかなりいるんですよこれ何なんだろうと思って聞いてみたら実は裏にそういう人をね雇ってこういうふうに払ってくださいねって詐欺を教える、まあ、どうもどといいうか裏にいるんですよその人がこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしてって言っていろんな人に指示を出してるらしいですねだからこういうふうに似通った、まあ、あの霊感商法っていうものが広まっているんです。 で、ですね、霊感商法を行う祈祷師の特徴としては、当日、これ、現金払いがかなり多いです。その日払って、その日現金でもらって帰りますよ。あと、屈強な男と一緒にやってきます。これ、嘘みたいな話なんですけれども、割とマジで、僕もですね。ある心霊番組で、まあ、その霊感商法じゃないけれども、まあ、これ、本物と思って。 いろいろ、まあ、その人とついて、えー、除霊とかいろいろさせてもらったんですけれどもその時もものすごいでっかい大男とちっちゃいおばさんが現れてこの霊を私は除霊しますよって言うんですけど結局数日後その人捕まったんですよね霊感詐欺みたいなやつで捕まったというかまあ訴えられてることが後々分かっていろんなところでそういうことして働いて訴えられてた人だったというこれで何ケースかあります屈強な男とやってくるという。で 払払ええてててないことが判明しし再度電話すするんですよ払えてませんででよませたあのお金返してくださいよとかもう一回やってくださいよっていう風に電話しても全く通じません。もう全然通じないですねあとこいつお金払えそうにないなーって思ったら例えば、えー、と3回4回5回と分けて払っていきますねと強いものがついてるから1回では払いきれませんこれ何日かに分けて払っていきましょうっていう時に。 1>, まあ1日目2日目3日目4日目5日目っていうふうに毎回毎回お金をね欲しい欲しいって言うんですって「くださいください当日現金払いください」とで例えば5日目で完璧に払えますよっていう時に4日目でお金なくなるとしましょうよそしたら5日目でもう1日で払えるのにその人たちは全く来なくなりますお金払えないんだったら払えませんうちも商売なんでって言って抜けますねまあそういう人が嘘か本とかとかいう話ではなくそういう事例もあったりするし霊感詐欺商法の会議ですね に行くとそういうケースが多いのでもしかしたらこれも一個特徴の一つかもしれません。でですね騙し方の基本手順に移ります一、悩んでるる人に近づき甘い言葉をかける普段ならですねうさんくさいと感じても辛い時悲しい時っていうのは、えー、冷静な判断ができなくなるんですね話を聞いていただけるだけでありがたいみたいなね嬉しいみたいな感じで思います。そして第2不安をを煽る悩みを話すと このまままだとともっとそれ悪くなりますよ「どうにかした方がいいんじゃないですかね」っていうふうにどん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 不安をあおってもう怖い怖い怖いっていうふうな、まあ、メンタルにさせてしまうそして第3、ね、不安をあおられてもうどん底に落ち込んでる時に助かるためのアイテムやセミナーお祓い方法などささやいてくるんですよ。 こんな先生知ってるんだけどとかここ電話してみてとかあそこのお寺がとかあそこの神社がとか実はこれ神社お寺がグルになってるパターンもあるんですよ。というのも神社お寺にいるだけで本物の主ささんんんとかお坊っって思って思ませんその格好してたらあここのお坊さんだって思いますよねそれコスプレかもしれないんですよ。 コスプレでいいてて神社お寺にそういう格好した人がいてであ,あなたが電話で言っていたご紹介いただいてありがとうございますみたいなそいつが霊感商法の実はまあ霊感作業やるやつっていう可能性もあるのでそれも気をつけていただきたいそして第4基本的にむちゃくちゃ高額なんですよしかもその日で払ってくれみたいなね他に助かる方法がないと思い込んでわらにもすがるようにした感じで買ってしまうんですよまあこれがあれば助かるのかと。 これがあったら助かるんでビョ病院行ってもどこ行ってももうもうたらい回しになってたけれどもここはちゃんと話聞いてくれるんだっていう安心感もあってもうそういうものに買ってしまうんですよそしてこれ高額だからこそあなたにしか売れないんですよもうこれ一点限りなんですよって甘い言葉を吐いて効力があると信じ込ませたりすることもあります騙しやすい人ですね霊感商法をする人にも僕取材をしております 霊感商法をする人に聞いたところだましやすい人はいくつか特徴があるんだよ早瀬君って言ってくるんですよ。もうそんな口調も完全になんかだましてる感じでしたね僕を。<laughs> ここでなんかかわせようとしてんちゃうかって思いながら僕はもうずっと目を見ながら話聞きました返事をよくする例えばこれがねいいところの先生ってねつは,はい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 ああ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 そうなんですねそうなんですね」っていうふうに何度も何度も相づちとか返事をしてしまうそして自分の話をよくするんですよ。 例えばねあなたねっあそうなんですわかります私こんなんこんなんでこんなことがあってこんなことがあってこんなことがあってってどん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 話していく人は困ってる人なんですよね聞いてほしい話をということはこっちが何を言っても聞いてくれるという話なんですよねそして呪図をものすごいつけてる人要は売られてるものってあるんですよで呪図のあの位置とかもこの例えば〇〇がついて〇〇がついて〇〇がついてる呪図で一組になっているものっていうのは霊感詐欺のものが売っ っているっていいるう風な実は見,見た目ですぐだからその術をつけているということはこいつ一回騙されてるのはどっかでほんで気づいてないからつけてるんだほなもう一回騙してやれっていう風な目印になっている可能性があるんですよ。だかからそれはつけなないいいい方がいいんじゃないか例えばですけど原宿とか渋谷とか歩いていると、まあ、外国人の方にですね「こっちで服買ってよお兄ちゃん」とか「帽子買ってよお兄ちゃん」とかって言われたり結構すると思うんですよ。 それっていうのがなぜかっていうと、まあ、そこで買ってほしいのはもちろんなんですけれども声をかけられる人っていうのは以前買っていて帽子とか服とかか服そのお店で買ってたりしませんかその外国人たちって帽子とか服とかの銘柄とかブランドですよねそういうものを見てああれどっかでカモにされたやつやなとか、まあ、結構高めに売ってるんでね。 買ってくれるんやこの人一回騙されてる人だからもう一回買わしたろうということでそれが目印になって声かけたりするんですよそれの呪図版ですよねこの目印の呪図をつけていることによってあこいつ騙されてるんだカモなんだって分かってしまうということでございますでですねカバンのチャックなどが空きっぱなしの人とかボタンがねすぐ外れてる人とかはあの警戒心がないし騙しやすいって言いますね はカバンのね自分が持っている門の中も全く整理できてない人だから、お金に関してとか自分に関しても頓着ないのかな、無頓着なのかなと思うんですよ。そしたらば簡単に騙せる。これはお金払ってくれるなっていうふうに思われるらしいです。気をつけてください。基本ですね、それにまあすごいすごい腕になると、目を見れば困っているかどうかもわかるらしいんですよ。うちの弟が振られた時にですね、その次の日に霊感商法 誘われたらしいんでうちの弟はある仕事してるんで接客業してるんですけれどもよくそこに通ってくれていたお客さんらしいですなんかね元気ある時もこの人落ち込んだらこういう目になるんだろうな分かりやすい人なんだろうなって思うらしいですねか元気ある時から付き合っていて元気ないなこいつよし行こうっていうだから長い付き合いだから嘘じゃないはずって思わない方がいいです長い付き合いでも完全に言ってきますんではいそしてですねこれらはカルト教団の手口にも似ています 彼らは不安や不満を抱く人々を洗脳することで信者を集めてしまうんですねでは洗脳されたり騙されないためにはどうすればいいのか洗脳されないためにはですね自分自身を信仰することですこれはですね山口美太郎先生がですねまあいいことを言ってるなと思ったのが自分自身を信仰すればこれ宗教とかそういうものにはハマらないんだよとこれ何でもいいんですよこれは例えばスポーツでもいいです スポーツというものに自分が進行すれば楽しいなこればっかやろうってなればそっちの方に行かないわけですよ。だから僕みたいにルーティーンを作れば何もすきいる、まあ、暇というか隙間がないわけですから、まあ、ルーティーンとか例えば何でもいいですよのお笑い好きとかでいいですよ、まあ、お前 なんかもう信仰に近いなとか信者やなってその宗教とかでなくって何かが好きな時にもそういう言葉って使いますよねだからスポーツとか好きな人アーティストでも何でもいいですよそれに対して信仰という言葉を使って自分のメンタルを持っていけばまあこういうふうに宗教とかね悪いですよ悪い宗教とかカルト教団には騙されずに自分を強く持っていられるんじゃないかなとそういうふうに僕は受け取りました山口先生からもしかしたら違うかもしれませんけども。 聞いいてください山口先生に、はい。とはいえですね人は感情的な生き物でございます私もですねもし仮にですね奥さんとかまあ岸本さん近い人が亡くなったら冷静ではいられませんねそんな時にですね詐欺の霊能者が奥様や岸本さんの声聞こえますよ会えますよと言ってきたらまあこれ騙されると分かっていても僕は全財産の払うと思いますまあ会いたいですしねあの話したいですしなので詐欺師の皆さん聞いてるかどうか分かりませんが。 詐欺師の皆さんにちょっとと言いたいたことがありますどうかですね人の不安につけ込むようなまねやめていただきたいあなた方のやっていることは人の心を壊してしまう行為なんですこんなことを続けるとあなた地獄に落ちるわよ今僕の心壊れましたどうかお願いいたしますそれではまた次の授業でお会いしましょう オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です皆さん初めまして会議的立場からオカルトを研究調査している水上龍太郎と申します心霊超能力 UFO 宇宙人ユーマなどオカルトの世界は様々な不思議と神秘で満ち溢れておりそれらは人々の心を強く掴んできましたしかしオカルトは楽しみ方を間違えると深い沼にはまってしまう危険性が少なからずあるものです そこで今回はオカルトを安全に楽しむ一つの方法や考え方をお伝えしたいと思いますそれでは早速授業を始めましょうはじめに、えー、皆さんがオカルトのことをどのように捉えているかというそのスタンスといいますか立ち位置の説明から始めたいと思います普通ですねこのオカルトのような話をする場合信じているのか信じていないのかというまあ要は主観的な捉え方から始まる場合が多いと思います これです例えばあの幽霊はいるかいないかまたはあの自分は死後の世界を信じているか信じていないかといったような形なんですけれどもある人はあのとても信じているしあるに違いないと言いますし他の人はそんなことあるわけないと、まあ、そのようなかなり対立的な立場から始まるわけですね。であとあのオカルト番組なんか討論番組なんか見て分かりますように、まあ、大抵あの賛成派と反対派みたいなのが分かるですねあるないといったことをずっと言い続けるとそういったような番組が多いと思います。 し,かしです、ね、このあるないということをずっと言い続けてもしょうがないわけですよね、まあ、つまり話が全く進展しないといいますか同じとこをぐるぐる回ってるだけですねいわば自分の心情を吐露しているだけでそれは議論にもならなければですね話の発展にもならないわけですそうするとまあオカルト界の真実はそのようなことばっかりずっとやってても見えてこないのでどうすればいいかということを考えなきゃならないと思います。えー、今主観的な信じている信じていないという軸を作りましたので、えー、もう一本軸をここに入れると。 客観的なものを見方つまり普通でいう、まあ、皆さん考えてる X 軸に信じる信じないで Y 軸の方にですね客観的にものを考える客観的とはどういうことかというとちゃんと客観的に人に示せるようなデータを持ってるかどうか,かデータをたくさんあるそれも客観的なデータがたくさんあるかまたはほとんどないかというそのような軸ですね例えばですねオカルトの話で言えば今さっきの信じている信じていないというような話をしてた場合。 その信じているという方がですねお前そんな信じてないっていくら言ったって実は俺はこういう体験をしたんだということで自分の体験をですね客観的に語り出すとそれはあるみたいな客観データになるわけですそその客観データに対してそれが本当にまあ心霊現象なのかまたお前それは他のも見余ったんだろうという,ような形で検証が始まるわけですねですから客観データがどっかに出てこないとオカルトの話もしてですね単なるあの信じてる信じてないの言い合いで終わってしまうと、えー、そういうことになってしまうわけです そしてこれであの主観軸とですね客観軸を立てると大体この4層に分かれるんじゃないかと思います。この4つのつつ層についてちょっと順番に説明していきたいと思いますまずですね信じているし客観的なまあ人々に示せるようなデータもたくさんあるというまあこの図で見ると B 層というところに当たる方々なんですけれども皆さんが見ていただいているこのオカルトエンタメ大学でも大抵講義をしている方々は大体この層に入るという,うに 考えてよろしいいと思いま,すまあ抗議するぐらいですからそれぞれのデータもたくさん持ってるし、まあ、またあの、まあ、番組の制作とその方々もいますけど、まあ、基本的にには信じてているる方方入ってる方々だと思いますただしですねその持ってくるデータそのものがどれだけ客観的に正しいと言いますか客観性があるかどうかというと、まあ、なかなかちょっと難しい例えばインタビューなんかの記事なんかの場合ですねその語る方の主観がかなり入ってますので、まあ、客観データとしてどれだけ使えるかっていうことはちょっとなかなかわからない場合が。 多いわけですねそれとあとその頂上現象といいますかオカルトを語る場合基本的に自分はこんな不思議な体験をしたとかこんなものを持ってるとか見たとかっていうことで、まあ、信じてるっていう形での語りをしますのでそれもやはり主観の方に傾きがちだとということも言えると思いますそしてですねいわゆるあのオカルト系の研究者の方々というのはですねオカルトの研究者と例えば大学の教授がですねある内で言い合ってるっていう番組は見たことあると思いますけどもオカルトの研究者同士で「 えー、お前の言ってるそれは本当にそうなのかどうかデータとして正しいのかどうかというのはたこととないと思うんですよただし私の知っている限り海外ですね特にアメリカなんかはそうなんですけれどもオカルトの研究者例えば UFO の研究者同士がですねお互いの目撃者とか体験者同士のその持ってきたデータ私は実はここの時で実は宇宙人が転がってるのを見たというふうに言った場合ですねそれが本当にそのデータが客観的に正しいのかどうかということをお互いに検証し合ってある意味で確かめ合うっていう習慣があるんですけれども。 日本の場合ははそれはほとんどないですで海外の場合はですねいわゆる自分のやってる研究が主観的にあるっていうのを思ってるだけではなくて本当客観的に存在していると信じてるわけなんですよ。ですからお互いに自分たちのデータを出し合ってですね、まあ、ある意味ではそのたたき合いしてもですね正しいものはそのまま生き残るっていう形である意味では普通の,あの学問の研究に似たような形での議論の進化っていうのをしてます。ただ日本ののの場合ほととんどそういううういいいははななですね残念ながら研究者というよりも まあオカルトライターとかですね、まあそのオカルトの語りっていうような形で、まあいわゆる生計を立てていると言いますか、信じることによってまあ自分たちの営業が成り立っているっていう面がありますので、えー、日本の場合なかなかちょっと本当のオカルトと言いますか、UFO 超常現象の研究者っていうのはなかなか育たないっていうところがあります。で次はですね、えー、っとその下にある D 層っていうところのお話をしたいと思います。ここの層はですね、いわゆる信じるという意味では信じている。 けれども客観的なデータもそんなにはないとこれはまああの普通の方々がそうだと思います、まあ、普通の方々はまあうっすらとオカルトを信じてですね、まあ、かといってですねそんなオカルトに対してものすごいデータを持ってるとか調べてるとかですね、えー、書物をたくさん持っているということはないと思います、まあテレビで見たとかですね、えー、自分の親戚からこんな話聞いたことがあるといったようなことで、まあ、うっすらといろんなものを信じているという状態だと思います。 ある意味じゃかなりデータを持っているような人から話されてですねでもそれがよく分からないまま信じ込んじゃってるというような方もここに入ると思います。でまあ場合によってはですねそのまあ客観性というものを軸として考える場合場合によっては日本ではまあ何て言いますかね研究者という形で立っている方々も実はデータそのものがあまり客観性がなければですねここの D 層に入るという方も結構いると思います。でそれとあとまあライトななでいいろんなこういう まあ、都市伝説とか超常、ね、現象を語っている方々も、まあまあ、どっかネットで拾った話を右から左に流してるだけみたいな方々はここに入ると言ってもいいのかもしれませんでそれでですねちょっとこれが難しいのはですねあのいわゆる霊感がある自分が感じてしまう中には見えてしまうっていう方がいるんですけれども、まあ、それは当然自分が見えてるんで信じてるとも思いますし、まあ、ただデータそのものはあまり客観性がないので、まあ、このそういう方々もどちらかと,と D 層に入ると思います。 次はでですすね、えー、ーーですね。信じない方に傾いている方々けれどもですね、まあ、残念なことにと言っていいと思いますけれども超常現象に対する知識て言いますか客観的にデータあまりお持ちでないっという方ですね、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、まあ、ある大学の名誉教授ですね、まあ、昔よくプラズマと言ってたような方がいますけども。 えっと、あの方などは、私も、まあ、一緒にテレビ出たり、まあ、したことはいろいろあるんですけど。やっぱり超常現象に対象知識はあまりお持ちではないです。で、つまり、えっ、ー、と、否定のための否定のような方をやってられるような方々ですね。えっ、ー、と、ですから、ここに入る方々はですね、まあ、いわゆる。学者の人はここに入る場合が多いです。で、多くの学者の方はですね、もう超常現象自体は全く。相手にしないのか、またはその考慮の対象にしないで、まあ、このグラフ自体の外にいるというふうに。考えていただいてもいいかもしれないです。 ただあの学学者者というようよな形でで、まあ、特に理工系の学者ですねそれで超常現象に対して、まあ、否定的な態度を取る方っていうのは残念ながらこのデータのないい方方に入る方が多いですもちろん中にはですねよく調べられてる方もいるんですけど本当のごく一部ですねここの,あの否定派の方に帰る方々ですねやっぱりあのまあその科学者といいますか科学的科学医の方々が多いんですけど、まあ最初からオカルトなんかありえないという、まあ、否定から入るつまりもう調べる必要 すすらもなくそれは間違っていいるんだととうことですねただ私に言わせていただくと、えー、ありえないからありえないんだという方々とですねまあその頂上現象あるに決まってるんだとまあ当然あるんだ、まあ、証拠とかそんなこと言う前にあるんだというのはほぼ同類に属してですね、まあ、客観的にデータから言えばどちらもデータはないと一つ説得するだけの、えー、ちゃんとした資料をお持ちじゃないという意味で、えー、っとあまり頂上現象解明そのものには 役立たないいと思っています、まあ、3つの層に対する説明を行ったんですけどもオカルトっていいますかね超常現象だけに対する話ではなくてですね例えばこの4つの層を一般社会みたいな形で考えていただくと分かると思うんですけども、まあ、オカルトから離れてですね例えばあの皆さんの中で、まあ、なかなか会社が 苦しいとかですね仕事行くのが嫌だっていう方がいるかもしれませんけれどもそれはなんかもう最初から否定的になっちゃってるような方も中にはいるんじゃないでしょうか人の出すアイデアってあいつなんか出してるアイデアなんかもともとしょうがないんだとかあいつはもう最初からサボってて仕方ないんだとまあ現実とか客観データを見る前にですね決めつけてるような方もいるんじゃないかと思いますね。つつまりあのこのののの表の見方ははでですすね別ににオカルトだけではなくて、まあ、普段自分が何か物事に対する時ススタンス 立ち位置みたいなものに使えると,思うんですよ、まあ、とにかくですね人々が納得してもらうには、えー、ちゃんとそれに納得してもらうだけのデータを示さなきゃならないというのはそれはビジネスもですね、まあ、オカルトも一緒だと思うんですけれども、まあ、残念ながらオカルトの場合あまりそういうスタンスを取る方がいないということですね。これ最後になりますけれども、えー、まあ一応私が属していると言っている会議派というそうで。<music> えと日本ににはです、ね、非常に少ないですねなぜ少ないかというとですね基本的に全く商売にならないからとものすごい調べなきゃならないので時間がかかるし出てきた結果がですねオカルトでも何でもないっていう場合がものすごい多いのでそれって皆さん考えても分からないよ本当はとろうっていいますかね商売として考えた場合成り立たないんですよ。だから普通の,あのオカルト研究家というふうに称している人が、まあ、一応そのビリバーサイドに寄っていくっていうのはビジネスとしてし仕方ないと思います。 そしてですね、だけどいわゆる真実を知りたいということをオカルトに対して持ち込む場合ですねこれはやっぱりある程度疑いいから入るより仕方ないんですよね。例えばですよ何かあの刑事事件があった場合いや俺犯人じゃないからっていう人がいた場合ですね、うん、お前の言う通りだ君は犯人じゃないって最初からそう思い込んでたらですねもしかしたら犯人かもしらんしこの人の言ってることってもしかしたらあの間違ってるや嘘だったかもしらんとい,ういわゆる裏取りみたいなことが必要になるわけですよ。 まあ、それと同じようなことを超常現象でやっていくっていうのが、我々会議派のスタンスですね。そういうふうにしていかないと、結局、いつまでたっても、客観的な事実に行き当たらない。結局、なんだかわからないということですね。まあ、ただし、皆さんの想像と違っているかもしれませんけれども。オカルトもですね、よく調べていって、データを取ってですね、チェックしていくと、大体あの、本体がある程度、あらわになってですね。まあ、誠に残念なことに、ほとんどオカルト現象じゃなくて、えー、普通の現象。 つまり頂上現象と呼ばれているものほとんどはですね何かというとですね見誤りとか勘違いとかですねそれがほとんどそうなんですね。善意で普通の人が見間違違ったり勘いいして頂上現象だとうふ中にはですね確かによくわからないっていう格好で終わってしまうものもあって確かにあるんですよそういうのが動く一部。ただそれはあのデータが足りないのかデータそのものが間違っているのがよくチェックできないのか。 まあ、さもにあの本当ののオカルト現象が裏にあるのかよくわからないですよくわからないというとです、ね、それこそ本当のオカルトですよねっていうふうに飛びつく人がいるんですけどもそれは違ってですねよくわからないのはよくわからないっていうのが答えで間違いなくオカルト現象であるっていうふうにいわゆる客観的に証明されたものは私の知る限り今のところまだ何もないですただですから会議派の場合はですね解明されたものとよくはごく少数によくわからないものっていうもので、まあ、このオカルトが構成されていると。 いうふうふに考えますねで我々会派の役割なんですけれども <music> いわゆる肯定派の方々のよくやるやり方としてですねいくつかのオカルト的な話をうまいことつなげてですね一つのストーリーを作っていいくととうことがありますストーリーリを作る場合はですねそのストーリーに沿った都合のいい事実といいますかオカルトの話を持ってきて それを都合のいい論理でつなげて一つのオカルトストーリーを作り上げる。まあ会談なんかもまあ悪く言えばそうですよね。まあその外の世界のことってのはほとんど持ってこない。ですからその通りの事実みたいのをいかにもその因果関係があるような格好で話を流していくとですね、いかにもオカルト現象が存在するように見えるわけなんですけれども、それはですね、それぞれのあのオカルト現象みたいなのが本当にあったのかどうかという個別の事実の現象と二、えー、つ三つのオカルトその矢印といいますかね、あの論理的 なつながりのまた時間経過みたいな格好でつながりがあるっていう、ね、つなげたるように見えるだけで実際その二つの中で何の関係もなかったりする場合があるわけですよ。え例えばですね私が実際会った例はですねある講演会をしているときに終わった後にですねまああの女性の方が話を聞きたいという格好で来られてですねその方が言うにはあのその人の家で最近結構いろんな不幸があったとその不幸に対してですね自称の霊能力者といいますかそのような方が家族の中に入ってきてですね。 あなたのの家族の性が悪いといとわゆる名のの字ですよね苗字が間違ってるからこんな不幸が起きるんだというふうに言ってその名字をすぐ変えなさいとでそれを変えるにはですねあと私の努力もいるんで3,000万円出しなさいというふうに言ったっていう、まあ、とんでもない話だと思ったんですけどもその来た女性から聞くととにかくお父さんがその霊能力者にですねもうぞっこんで信じ込んじゃって止めることはできないと、まあ、そんなもんとんでもないからすぐ止めなさいと言ったんですけども多分止められなかったと思います。 その,のもしそれであの持ってった後とですねその家の不幸が止まらなかったらどうなるかで普通止まらなかったらですね常識って言いますかある人だったらいや私の力が足りなくて、えー、申し訳ないと、まあ、例えば3,000万円返しますっていうふうになればいいんですけどもまあ多分絶対にならないですよね。止まらなかった場合どうなるかというとまず一番可能性考えられるのは例えばあのお父さんがです、ねえー、勤めていた会社がクビになってしまったみたいなことが起きたとしたらですねクビぐらいになったんで えー、本当によかったたたたででですすととと私がいいいてなななければあなたのお父さんんんは死んでいたみたいなことを言うと思う思よ例えばですねあなたの家の裏にある井戸がもっとたたりを呼んでるからあれを埋めなきゃいけないとで埋めるだけじゃダメだからあと1,000万とか言ってですねつまり悪いことが起きたのにそれをなくすと言ってるのに悪いことが起きたら次の話を持ってってさらにお金を持っていくかでそこであのもし悪いことが止まったらですねほら見なさいと私の霊能力者のおかげだからまた1,000万とか、まあ、どっちにしてもあの最後までお金を取られ続けると思いますよ。 だ、その家の不幸っていうのはですね。その不幸が立て続いたことじゃなくて、その霊能力者は家の中に入れてしまったこと。それが最大の不幸だと思いますね。霊能者の人が来て、あなたの家に不幸が立て続けになるのは。こういう理由だというふうに言った場合ですね。じゃ、どのように考えればいいのか。例えばですね。家族の誰かが病気になったとかですね。また交通事故を起こしてしまったとか。また場合によっては家が火事になったとか。まあ、確かに不幸なことありますよね。でも、人生長いので。いいこともあら、大抵悪いことも起きますよ。 ただし、それはあのバラバラの事象なので、お互いに因果関係は大抵ないですよね。まあ、交通事故を例えば起こすのとですね。家が火事になるのと、多分何の関係もないと思います。ただし、それはバラバラの事象なのでかといってですね。5年周期とか10年周期とかぴったり起こるわけじゃないので、場合によってはそれが1年の中に圧縮して起きてしまうことも中にはあるかもしれないわけです。ただ、そのようになってくるとですね。普通の人は今年はなんか調子が悪いぞとなんか祟たたられてるんじゃないかという形で不安になってですね。何かお祓いをするとかですね。 場合にによっては占いをしてもらうとととかか、まあ、霊能者に頼るとか、まあ、割とろくでもないところへ行っそのようにですね不幸なことが立て続いた場合それが本当に立て続いているのかどうかでも我々は会議論者的にいわゆる会議的にチェックする場合ですねそのお互いの不幸を果たして関連があるのかどうか,かそのつながりをですね実際あるのかどうかちゃんとチェックするっていうことが大事だと思います。それとですね そのあの不幸の原因ですね。それになるともっと出たらめになるわけですけども、今さっきの例で言いますと、えー、いわゆるその家の苗字が悪いというようなことを言うわけですけれども、もし苗字が悪かったらですね、もう昔からずっと悪いわけですよ。じゃあなぜその年だけおかしくなったのかというと、何の説明にもならないんですけれども、言われるとなんかそんな気がしてしまうという、まあ人間の弱みにつけ込んでいくということですね。だそのあたりちょっと身を引いて、ちょっと遠くからもう一度見てみるっていう冷静なことをするのはいいと思います。皆さんの上にも怒り売りますので。 えー、大変気をつけていただきたいと思いますだからそういうようなもの本当にあるのかないのかその事象自体の有無とですね事象自体のつながりをちゃんとチェックする必要があるんですけれども普通の場合はのオカルトの話というのはそのチェックがなく、えー、まあ通語がいいって言いますがストーリーが通るように物語を作るわけですまあこれはですね文章を書いたりまた映像を作ったりそうした必ず編集としてやっていることで それ自体が悪いいわけでではないんですで。人々はですねバラバラの事実は全く認識ができないので一つの流れ例えば歴史なんかも研究する場合歴史で一つのの流れっていうのを必ず作りますよね。そうするととてもあの理解しやすくて分かりやすいので,でそれ自体はあの悪くないんですけどもそこで歴史を見る主観というものに出てくるとですねある意味でそれがあのインプットのような形になってそのような形でしか世界が見られなくなってくると。 いうのはまたちょっと違った意味で問題かと思いますで、オカルトの場合はそのオカルト視観のようなものですね全てをオカルトで見るという癖になってしまうとまあ、一番多いのはそれは陰謀論ですよね全てのものを陰謀として見ていってしまうと私たち昔あのポストが赤いのもね陰謀だという,ふうに話を作ったことがありますけどそれちゃんと作るとそのような話になるんですよね でそのまま聞いちゃうとですね結論だけ聞くと笑っちゃうんですけども最初からちゃんとしたストーリーを作ると、まあ、困ったことに結構納得しちゃう人も出てくると人々はそのように話の流れとかですねそのような感情の流れに対して弱いということですね。オオカカルルルトトのの場合結構そのようなテククニックをを作作っててワールドを作り上げてるということが多いですでこれをですねあの一番よくやってるって多分皆さんもあの見たことあると思いますけど一等最後にですね 信じる信じないはあなた次第と言ってぶん投げるような番組がありますけどもそれはつまり自分の都合のいい話都合のいいデータだけを都合がいいようにつなげてですねでつまり自分の都合のいい話だけをしといてで最後に「信じる信じないはあなた次第」って自分の都合のいいことだけ言っといて後の判断とか責任集まる相手に全部ぶん投げるというですねまあ私に言わせれば最も卑怯な作り方だと思いますけど。そしてですねあの私たち まあ会議論者、まあ、数少ないんですけどそれがやってるのは今さっきお話ししたみたいにまあオカルトとして構成されている世界に対してですねそれが本当にあの語っているようなオカルトの世界なのかということをですねチェックしていくということがまあ趣味といいますか仕事みたいなもんですけどもその時は必ずですねそのオカルトワールドの外の事実を持ってきて照らし合わせるということをします。というのはあのオカルトはオカルトワールドの中の都合のいいデータだけで作りますので外のデータを持ってくるとです、ね、大抵矛盾するんですよね。 ただそれは気が付かないようにうまい話を作るので、えー、みんなオカルトワールドの中で閉鎖してあ確かにそうだそうだと思うんですけども外のデータを持ってくるとですね矛盾がが生まままままれてしううということいこまあ,まあ,あります、えー、それではまた次の授業でお会いしましょう。はじめまして「超常現象研究家の秋山誠です」。オカルトを楽しく学ぶ オカルトエンタメ大学のお時間がやってきました。今日から1週間陰謀論について勉強していきたいと思います。フリーメイソンイルミナティロスチャイルド666さまざまなキーワードがありますが、そもそも陰謀論とは何なのか複雑に見える陰謀論をわかりやすく解説してまいります。それでは早速授業を始めましょう。 ま冒頭から絶望的なことを言うように聞こえるかもしれないんですけれども、まあ、この世の中はね決して清廉潔白でもないと思いますし、理不尽だと感じることはいっぱいある。ねあの人がこういったああいうたって変な噂が一人歩きすることもありますよね。そして皆さんにとって都合の悪い真実はこう隠蔽をされている。でそれが明るみになる頃には、なんか初めて自分も被害者だったというようなことがわかる。 まあ、こういうこともよくあるわけです。まあ、例を挙げますと、私たちの歴史の中で、ついこの前です。太平洋戦争というのがございました。ね、軍が日本をもう取り仕切ってしまった時期があるわけですね。で、この軍の力がメディアを支配して。そして、大本営発表というのが行われた。で、その中では、もう日本軍は南方作戦で、イケイケでね、勝ってる、勝ってるっていう形だったんですけど。現実的には、もう本当に大変な惨憺たる状況があって。 たくさんの兵隊や民間の方が亡くなられたということがあったわけですさらにまあ世界の問題にいきますとチェルノブイリ原発事事故の隠蔽旧ロシア圏ででああった事件でありますこれはね日本にも縁のない話じゃないわけですけれどその原子炉が。 メルトダウンを起こしたしかし当初この話はなかなか伝わってこずにですね何かあったんじゃないか何かあったんじゃないかという噂だけが一人歩きしましたでも結局そのお広域の避難だとかそういったものが遅れたためにですねたくさんの人が被爆をするとそしてその被爆の実態もいまだに正確には捉えられていないというのが現状であります。さららににはもっとと身近ななころに引きつけて申し上げるならば大企業の不正 これはもう皆さん毎年毎年ニュースで何か出てくるわけですねで蓋を開けてみるとねなんか大企業の商品を売った人の名簿が流れたとかねビジネスのやり方がおかしかったとかね、まあ、そういう話が次々にまあ報道されてくるまあこれらね要するに陰謀隠蔽というものが暴かれた時にですね権力権威ですね国家や公的機関 国や権力者は自分たちの利益のためにまあ虚偽の説明をした、まあ、それはそういう事実が山のようにあるわけですねで裏で「きっとそういう人たちは何かを今も企んでるに違いない」というまあそういう疑いが広がるそもそも陰謀論というのは根拠が難しいんですよここが問題なんだけれどもそれがまあ疑似科学であるとか政治的な噂であるとかオカルト的な論説が使われる。つまりまあみんながあの信じやすい ものがが使われるとと、まあ、そういったことがまたこま一人歩きしてしまううとということになるわけです代表的な事例でいきますと、まあ、一番いろんな陰謀論の、ね、火種になったのはロですねなんであんな大規模なテロがねあんなセキュリティ国家で分からなかったのか逆にテロリストと言われてる人たちは本当にテロリストなのかで彼らが何者だったのかそしてどういうふうにそれが防がれ 国防総省に突っ込もうとしたあの飛行機をなんで手前で落ちたんだとそれもよくわかりませんさらにはあの最近まあよく話題になるのは月面着陸とかね宇宙開発の現場で怪しい陰謀論って広がりますまずとにかくなんでアポロ計画が中止になったんだそして本当に月面着陸が行われていたのかあれはもうセットでやってたんじゃないかインチキやってたんじゃないかとかね最近ちょっと話題になるのはですねあの。 地球平面説ってのがあってですねこれ非常にアメリカの話題になってて実はこれ平面説だけじゃなくて各惑星全部本当は地続きで歩いていけるっていう説もあってですね要するにそのなんだろうとんでも科学論を猛烈に信じる人たちが、えー、他の人の言うことを聞かないためにいろんな論説を付け加えていくっていう本当に疑似科学のオンパレードみたいなこともありますあと政治的にはメジャーな陰謀論が広がっている火種としてはケネディ暗殺と。 もうマフィアに殺されたんだから始まってですね実は UFO 問題をケネディは知っていたんだという話これも本当に根拠のない陰謀論みたいなものからんこれ怪しいぞっていうちょっとリアルな問題もで実はケネディ暗殺ってのはたくさん関わっておりますさらにですねフィラデルフィア実験っていうのがあります、えー、まあフィラデルフィアというアメリカの町の沖合の海の上で米海軍がですね 電磁波を利用した特殊な実験を行ったそれはある軍艦にですね特殊な電磁波をかけるとじゃあその軍艦がですね見えなくなる、まあ、そういう実験をやろうとしたってんですねで、まあ、この軍艦も実際にはその,その時期にそこに運航はしてなかったとかね後々ああいろんなおかしいぞっていう事実も出てきてるんですけれども、まあ、証言した人もいてですねその人に言わせるならば軍艦は見えなくなるどころか他の時空に行ってしまった。 で帰ってきた時にはもう乗組員の体がですね半分鉄板の中にめり込んでいたとかねなんかとんでもない話が広がっていったわけですそして地震兵器説っていうのもあるんですね例えば阪神・淡路の地震の時にですね確かに事前に株価が動いた形跡があるんですね地震が起きる前にです。これおかししいでしょ 福島の時にもね地震兵器が作動したんじゃないかなっていう説も結構ささやかれてそれは根拠がないんだよなんていうニュースも流れたことがありましたただこれに関してもねあの実はその殺人光線とかねある特定の地域にビビビビーってね電磁波照射するとね地震が起きたり火災が発生したり人が動けなくなるでも実際にはそういったもう兵器というのはあの簡単なものは開発されていてですね 結構平気器年間なんかに乗ってたりするかつ実はあの殺人口戦に関しては旧日本軍が本当に作っていたとただそれは、ね、大変な電力がいるんで、えー、具体化されなかったという話になっております、まあ、これらは本当なのか嘘なのかとでその揉み合いの中にその陰謀論が広がっていくわけですけれども、まあ、しかしまあこのオカルトのジャンルではです、ね、陰謀論の人気って結構高いんですよ たくさんの人々の猜疑心疑う心で逆に騙されたくないって思いまあ、こういったまあ恐怖から来ていると考えられるわけですまあ、恐怖っていうのが陰謀論の一つのキーワードかもしれませんそういった人間の心理などもまあ踏まえてですね特にまあオカルト的なと言われる陰謀論についてこの授業を進めていきたいというふうに思っております 多分ねオカルトでね地上波で流されるのはこう都市伝説とか陰謀論ぐらいじゃないでしょうかねそしてですね、えー、それら陰謀論とセットで語られるのがですね秘密結社とか秘密の集まりの人々みたいな話なんですよ、まあ、有名なのは、まあ、フリーメイソン、まあ、正確には フリーメイソンという個別の,その秘密結社のメンバーがいてその団体をフリーメイソンリーまたは世界的に認められたフリーメイソンの集まりのことをフリリーーアクセプティドメイソンリーと言いますさらにまあイルミナティですねこれは皆さんも聞いたことあるんじゃないでしょうかね世界をね実はイルミナティってのが牛耳ってんだぜみたいな話は僕もついさっきまであのいた喫茶店の横の人たちがそういう話をしてました。でイエズス会 あこれねちょっと歴史の教科書で聞いたことがありますっていう方多いと思うんですけれど例のフランシスコ・ザビエルですねこの人が所属してたイエズス会キリスト教会といいますかねバチカンの中にある巨大な集まりのうちの一つで300人委員会これはもうね陰謀論用語になってますけどね300人の世界中のねお偉いさんというかねお金持ちっていうか頭のいい人たちが集まってね 世界の陰謀論を取り決めてるっていう、まあ、陰謀論の国会みたいなねものがあるんだとこういう説あとまあお金持ちのね代々の家柄ロスチャイルドロックフェラーイギリス王家ユダヤ人という特定の人種のくくりまであります。まあ、数々ののの陰謀事件の裏にはこれらの組織が絡んでいるというのが、まあ、典型的な陰謀論のフォーマットなんですね。なななかか見えない世界にオカルトがある ね、オカルトっていう言葉もそもそも伏せて隠すすいう意味ですからね、えー、まあそのオカルタっていうあのラテン語が語源になったというふうに言われてるんですけども日本語でも神秘神様が事情があって隠してるんですよっていうことがオカルトなんですね。まあこれら個々のまあ秘密結社秘密メーター集まりや陰謀的事件を総合的に実はまとめた思想この2三3 0年ぐらいでね結構きれいにまとまってきてる感じがします。 でそのまとまったまた話の一番中核にあるキング・オブ・オカルト陰謀論みたいなものが NWO ニューーーールドオーダー、えー、日本語に直訳すれば新世界秩序それが裏で進められているという話なんですではニュー・ワールド・オーダーとは もともと、まあこれはですね、国際政治学の中で使われていた言葉なんですね。まあ二つの大きな世界大戦を受けて、まあ世界大戦を避けるには国民主権国家を廃絶して、世界たった唯一の政府でそれを管理する。恒久的な平和体制のそしたら実現がもう絶対に不可欠なんだよ。それいるんだと。まあこれ僕が言ったんじゃないですよ。チャーチルが言った。まあある人に言わせればですね、 国境っていうのはね、地球に掘られたね、悪い溝みたいなもんだと、刑務所の壁みたいなもんだと。当然、そういったものはね、僕たちにどう関係があるんだろうと真剣に考える人にとっては、いや、そもそも世界の国々にはそういうものを求めたんじゃないの？で、求めているうちに喧嘩になって戦争になったんじゃないのって考える人もいるわけですよね。まあ、そういう人々にとってはですね、怪しいよ。きっとまた何んか企んでる。 あの戦争に,、ね、に日本が向かっていった時と同じできっとそういう人たちは今度はなんかとんでもないものを企んでるでかつその世界政府ができた時に「君だけは入れてあげない」って言われたらどうしようみたいなことも含めてですねいろいろ話題になるでまた湾岸戦争前にですね当時のブッシュ大統領がですね連邦議会で行った、まあ、そのそのてて、まあねまあ、そのスピーチで一般的にもニューワールドオーダーという言葉が知られるようになりました。 まあこの中でも特にその陰謀論的に論じられるそのニューワールドオーダーっていうのはまあ決まったある程度分かりやすいシュナリオがいくつかあるんですね。まあ、絶対唯一の世界統一国家ワンワールド一つの世界を作る。る選ばれた人種が世界を管理してねそれ以外の国民を管理し奴隷にする適当にねこう自由だっていうふうに信じ込ませてね歌って踊って恋をしてみたいなことをやらせてですねこうふぬけにしといて でもエリートだと思ってる人たちがそれを全員ね裏で管理すると、まあ、こういった話もあるわけです、まあ、ある意味ね悪いブラック企業のものすごい巧妙なグローバル版みたいなものだとで世界統一政府の計画の一つに最近は人口削減ってのがあるね 地球上の人口が増えて特に人口削減に関してはねリアリティがあって地球上の人口が増え,て増えすぎて適切な数まで減らす必要ががあるると、まあ、そういういい人たちが考えてるとこの計画の遂行のために戦争や疫病地震に自然災害を人工的に起こすといった陰謀論が語られている。 また今までの人類の歴史で起きたさまざまな出来事も実はすべて裏にはシナリオがあったんだ陰謀だったんだよとでそこには秘密結社が絡んでんだよとこれらすべては個別の出来事に見えながらも実はまあ裏でその陰謀と秘密結社みたいなものを通じてつながっている、ね、一つのシナリオがあるんだでその目的は世界統一政府なんだと。 仮面ライダーーのののショッカーの軍団とかねスペクターとかねそういう世界でありますけどでもそれが結構リアリティがあるんだとこういうことなんです、まあ、陰謀論と秘密結社の、まあ、これはもうアベンジャーズ的な説であると言われておりまして漫画「ワンピースの世界観もまあこれに近い、まあ、そういった実際に小説だとか映画だとかアニメだとかその中でもこのニューワールドオーダーは非常に大きなもうネタになるぐらい 一般に知られるものになってきているということなんですねまあニューワールドオーダーは陰謀論の世界ではたくさんの組織から構成されているとよく論じられます秘密結社はもちろんのこと政治団体や国情報機関さらには教会などの宗教団体ですねそして教育団体銀行や企業これらを取りまとめ指示を出している真の黒幕がいる黒幕ですよ でもこの黒幕って言葉ねその悪いことを企んでる人が隠れてるって話なんで黒い幕で隠すわけです。ね。それそもそも誰か分かんないって話なんだけれどもこれ広がっていくで陰謀論でそれぞれのまあ説が、まあ、いろんな説があって、まあ、大体はですねそれを企んでる一番中枢の組織はイルミナティっていう名前なんだとまたはですね300人委員会っていうですね陰謀論の国会みたいなところがあってそこで。 そのメンバーがああでもない、こうでもないって言いながら、こういう陰謀論やってみないみたいに決めてるっていう話があるんです。ちなみに、まあ、有名なフリーメイソン、まあ、またはフリーメイソンリーですが。これはもうイルミナティの手先なんだっていう、まあ、そういう説を唱えるパターンがあまりにも多いんですよ。でもね、僕は昔ね、こういう陰謀論の専門家、僕のもう兄貴分に当たるね。こう陰謀論を作った人たちっているんですよ。いくつか日本でもね。そういう、まあ、シナリオを書いた人たち。聞いてみるとね、だいたい、あの。 フリーメイソンのこともイルミナティのことも実際にはよく知らないっていことが結構多かったりしてまあ何がいいのか悪いのかと思うんですけどさらには本当の本当の黒幕は地球人ではなくとねトカゲ型の爬虫類宇宙人なんだよと、まあ、そういう説を唱えてるんですよでもこの爬虫類宇宙人説はすごくてですねもともと地球っていうのは試験管なんだとそこで人間っていうね特殊な種をね爬虫類宇宙人が作ったんだと。 ほほらほらシュメールの方のね伝説を調べてごらんなさいアヌンナキっていうね宇宙人がね地球人を作ったっていう話が書いてあるんだよとそれが爬虫類型宇宙人なんだよこんなことになってるわけです陰謀論と歴史は密接にまあ関わっていてイルミナティもフリーメイソンも古代から 連綿と続く秘密結社というベースの思想がありますこの歴史をさらに遡った結果人類誕生以前の地球に飛来した爬虫類宇宙人が自分たちの奴隷として人類を作ったという説に行き着いたこれでいろんな文明のね発達の練習をしているんだと我々はモルモットなんだとこういうことなんですよねまあそんな爬虫類型宇宙人が何千年の長期的な計画により世界の歴史を操ってきた といいううう設定です際立った特徴につててもう1回整理ししみましょうオカルト陰謀論というのはですね歴史や宗教国などが複雑にまあ絡み合うつまりあるこう仕切りがあるわけですね国家とか宗教とかねその外側と内側であの情報を共有している仲間同士はいい人その外側はきっと悪いやつって、まあ、このあ 小学校の時によく経験したそういうありがちな派閥みたいなものそれがね、まあ、お互いに陰謀論を言い合っていると、まあ、これね実はあのキャラクターアサシネーションっていうんですけどその自分たちに関わってない人間を攻撃するためにその外側に対して陰謀論を放つと、まあ、これも非常に実はもう戦略論の中では陰謀論っていうのは武器として扱われている面もあるわけなんですね。それなりにねこういうのは論じる側も陰謀論を仕掛ける側も知識が必要なんですよ。 で、さらに追っかけていくとね、もう非常に複雑に絡み合ってて、もう宗教、政治、いろんなものが絡み合ってるもんですからね、大変複雑そうに見えるわけです。で、ニューワールドオーダーはそんな、まあ、オカルト的陰謀論のまとめサイト的なものでね、まあ、初心者の方は、このニューワールドオーダーってっていうところから、視点をこう、俯瞰的にそこを中心にして広げていくと、陰謀論っていうものが、まあ、見えてくる。さらにですね、あの、最近ではですね、 もうメディアとか創、ね、造作品小説とか先ほど言いましたけどアニメとかね特に映画なんかは実はもう陰謀をね企てる黒幕の息がかかってんだよメディアはコントロールされてんだとで特に映画業界はよく語られるんですね。 まあ実は映画ではいくつか面白い話があるんですけれど実際に NASA の,の、ね、宇宙船が月に行ってなかったっていう話があるんですがこれはあの「カプリン・コーン・ワン」っていう映画の中でその陰謀論そのものが扱われた映画があるそれが本当だったっていう映画があるんです、まあ、そういう映画があまりにもリアルなためにですねすげえという話になることもありますでさらにはですねその一旦ここが困ったことなんですよいろいろ困ったことなんですが陰謀論の視点を持ってしまうとですね やたら何を見見ててても陰謀論のサインに見えてきてしまう昔の自分に戻れなくなるんですねあの純粋だった頃もねあの子供心に戻れなくなるんですよ陰謀の人たちはねその犯罪者が自分の犯したその犯罪の現場にサインを残すみたいな話でね陰謀論者たちもやたらね全部隠しゃいいものをねこうやたらサインを書き込んでるっていうんですねでまあ代表的なのはです、ね、あの例の「666」っていうやつです悪魔の数字だと。 獣の数っていうわけで,す、ね、でまあアメリカ同時多発テロンの、まあ、9.119月11日っても数字がありますこれ 9×11 はイコール99、えー、イコール 9+9 イコール1818 18は666の足し算と。ああもうやだみたいな。 あの考えていくと666にたどり着いちゃうんですよみたいな話なんです日本初のフリーメイソンロッチである横浜ロッチの創設は1866年6月26日666とこういうことになるわけですねで日本の効果をすべて足すと1と5と10と50と100と500これ666あと日本の紙幣の頭を数字を全部足すとね1000円の12000円の25000円の51万円の10 はい18になりますねこれはの足し算だとこれを揃えるために2,000冊を日本政府は作ったんだと、まあ、これ以外にもフリーメイソンのシンボルである目の形とかピラミッドの形三角形の真ん中になんか目があるはないとかねサタンのサインであるところの指を3本立てた形とかねあらゆる部分から見つけ出して、まあ、陰謀論と直結させてしまう。いいう有名な映画がございます この23というのはですねどうも自分の周りに23三という数字がやたらこう引き寄せられてくるっていう妄想にはまった男がですね何を見ても23に見えるたまたま見た時計が2時3分だったとかねもうそういうことまで全部232323 23 23だっていうふうになっていくっていうね結構これメジャー映画なんですけれど あの見ると、ね、あの陰謀論のシンボルにはまっちゃった人こうなるんだなっていうのはよくわかると思うんですもしね本当に、まあ、これが陰謀論のサインだとしたらね陰謀論を仕組む側の目的やメリットは何なのかとこれらのヒントを世の中にばらまいたら陰謀論の存在に気づかれてしまうで陰謀論にはです、ね、本当のことは隠されていてその真実に気づくことができるのは自分だけである。 そういう陰謀論を持っている人の観察者の優越感的な視点があるんだえー、まとめに移りたいと思いますがまあ東西の壁崩壊後冷戦時代のように世界を二つの超大国に分けた単純な構図で捉えることは難しくなりました昔はね分かりやすかったんですよ世界はねなんか壁の向こうとこっちね共産主義国家とねあの資本主義国家があんだよとそれが二つに分かれてなんかこう 戦いあってね世界の均衡が保たれてんだみたいなことがよくニュースになりました。でとうとうだけどそれがなくなって、まあ、グローバル時代グローバル経済とかね経済自体も銀行資本中心主義からね株式経済っていう制度主義ってものに変わっちゃったんです。グローバル化っていう問題が 逆にその今まで普通に当たり前のようにあったこの陰謀論じゃない方の垣根をねの概念を次々壊しちゃったもんですから我々はねなんかね広い海の中にポカンと放たれたような感じになってるわけですそこでもう一回それをくくり直すという意味でもポカンと海に放たれた恐れを乗り越えるという意味でも陰謀論は進化しているというわけです社会のメインは国家から経済へとシフトしましまたそしてこの経済が世界化に向かっているこれは事実であります 冷戦終結から約30年この30年でニューワールドオーダー陰謀論はね出来上がっていくわけですねこれはそういう経済的なグローバル化という背景とともに進化しているだからあのもう世界のね注目時関心時とね同時に陰謀論は花開いていくという面があるわけです この複雑な世界をある一つの組織が牛耳り世界中に陰謀論のネットワークを引いて悪さをしていると考えるのは、まあ、本当はロジカルじゃないんですけど、ね、非常に感情的な論理なのかもしれないけれどもしかし複雑で人によっては生きづらい世界だからこそ単純明快な悪そういうものを求める心理が働くのかもしれません私たちってね悪をはっきりさせると落ち着くっていう面があるんですよ。 だから常にまあ大きな国家が戦争を起こそうという意図で動き始めた時に敵は何なのかということを盛んにプロパガンダ主張するんですねだから全額を分けるっていうことは安心するって面が大きいしかしとんでもないヒステリックな陰謀論を生む場合もあるわけです政治を批判する経営や上司を批判するまあ愚痴を言う、まあ、これら自分が苦しいのは自分とは違うレイヤーにいる存在のせいだと まあこうう考えてしま,うのはまあ陰謀論者実はだけじゃないですね一般の我々の中に広くよく出てくる会話なんですよ噂なんですよニューワールド・オーダーは「ONEPIECE」や「アベンジャーズ」のように複雑な伏線が見事にまあ回収されるそんなエンタメであるとまあ考えた方がいいのかもしれません私たちが安心できるホッとするエンターテインメントとして実は陰謀論が存在して増殖し続けているという面もある。 で冒頭に伝えた通りですね世の中はねだしかしまあ世界をね苦しくさせているのは単純明快な悪の存在だけではなくてこの世界に生きる一人一人の考え方や行動が大事なんだっていう視点も重要ですね。逆に陰謀論が僕たち一人一人の中にある心という見えない世界の中にあるものに気付かさせてくれる。 で、そこの整理をするには、どうしたらいいかということを教えてくれるという面もあります。まあ、ちょっと、そういうね、ほっとした話に結びつけてですね。あえて、えー、これ、秋山の陰謀でございますから。えー、まあ、ね、何をもってして陰謀というかなんだけど、陰謀っていうのは、なんか遠い。巨大権力の世界の中で行われているだけではなしにね。まあ、あの、ここで、まあ、いろいろ勉強してきた陰謀論の、まあ、セオリーというものを。 まあ眺め直してみると例えば最近の事例でいうとですねいろんな中堅企業がその利益を上げるために安い労働人材つまりアルバイトの人なんかいいっぱいこう雇うわけですね、まあ、例えばコンビニでも飲食店でもアルバイトの方たくさん働いてらっしゃるんだけれども実はこういう人がこう突然辞めてしまうアルバイトって自由ですからこう突然辞めてしまうでそういったことがね実はマイナスに大変利益的に問題が起こるんですよ。 だからそういういアルバイトをたくさんザクザク雇うチェーン店みたいなところがアルバイトを裏で辞めさせないための心理マニュアルみたいなものを作ってこれあのシフトは責任問題になりますよとかねもういろんな形で追い込んで辞めさせないようにするっていうのが実はこの10年ものすごく流行っていてそのマニュアルもかなり詳しいものになっているらしいんですね。でも実はそれによってアルバイトの子がなぜか 普通に職場を辞められなくて自殺してしまうというような事例がかなりネットななりどににも書きき込ままれるようになってきましただからこれは結構身近な由々しき問題でね見えないところで人の気持ちをこうなんか巨大なものがコントロールしようとするということはそういった労働環境の中にも出てきているということなんですよね。 フリーメイソンというのはフリーメイソンという考え方といいますか、まあ、ルールチェスのルールがあるとするとそのチェスゲームをしていいこととフリーメイソンということが多いんですねでその人たちが集まった集団結社のことをそれも世界的に認められた結社のことをフリーアクセプティド・メイソン・リーといいます。 フリーメイソンといった場合には個人を指しますからここはまあ好きなことをしているとでいろんな職業分野の方もおられると思いますし実際あの一般の方が集まる日本のメイソンリーの集まりにも私は参加したこともありますけれどもあの本当にたくさんのいろんな職業分野の方がいて。 ただあのやっぱりそういう人たちがこっそり秘密結社に集まってるっていうのは何か陰謀を企んでるよねって思われがちなんだけれども、えー、おさらいも兼ねて申し上げるとねフリーメイソンの考え方っていうのは自由・博愛・平等を目指してそれのためになるべく政治・思想・宗教の枠組み・線引きを外してお付き合いしましょうねと。紳士的にそれを外してそれで喧嘩になるようなことがないようなお付き合いをしましょうねっていう集まりなんです。 だからメイソンの集まりの中では政治宗教思想の話ってなかなか出せない面があるんですよ。っていうことが最初からのルールだからそこで陰謀政治的な陰謀とかね宗教的な陰謀とかそういったものを振り回すってことは、まあ、難しいわけですよねあの。実際に外で思われているメイソンの人たちがやっていることっていうのはだいぶ現実と違っていて結構年間にあのかなりのお金を寄付を募ってみんなで募って。 あのそれをいろんな施設に寄付をしたり、あとそういう施設のお子さんたちのためになかこうお祭りをやったりとか、ね、イベントやったりとか、まあそういう意外とこうボランティアチックなことをやっていることが多いですね。あの意外と皆さんが思っている内部は地味だと僕は思います。陰謀論を当然何かを つままり信じるるっていいうううことととの危うさと重要性をまず考えだからやっぱり信じるためには啓蒙思想とは違うんだけれどもやっぱり根拠をつまびらかにする全身全霊をもってして、えー、本を読んだりネットを徹底的に検証したり信じる根拠をはっきりさせて吟味してから信じるっていうことがすごく大事だと思います。 例えば、まあ、インターネットを見ながら根拠確認をするみたいな行動を取る人結構多いんですけど今例えばあの大学でインターネットに書いてありましたからっていうことを根拠にして論文なんか出そうもんだらケチョンケチョンに叩かれます。それぐらいやっぱりインターネットに書かれていることって間違ったたこともたくさんんあるんですね。だからやっぱりそれだけじゃなくてあのインターネットよりも最もやっぱり責任あるメディアはやっぱり活字なんですよ。 本に書かれていることってそれぞれの論説家が自分の立場をかけて後に残ることを分かった上で書くわけだからそういったものをやっぱり調べてみる今ね国会図書館のデータなんかでもネットから検索できますからそういったものでたくさんでやっぱり本を読んでみる僕はね読書をお勧めしますあの意外と貧乏論、悪い陰謀論に巻き込まれないためには読書それと騙されないためには人との付き合いをよく心得ておくってことも大事かもしれませんね 人はどうしても感情的になると人に依存して信頼っていうけど頼る方が大きくなって頼るために信じてしまうだからそこにねいろんな問題が生じる、まあ、その問題点を明確に陰謀論の歴史は示していいるように思いますやっぱり信じることをいろいろ吟味するそれは知恵を持つっていうことに他ならないわけですがでもねその勉強をいくらやってもね やっぱりもうエリートたちほど知らない間にはまってたとかね一部にされてたとか巻き込まれてたっていうこといっぱいあるわけま、ね、だにこうなんかこうネズミ講みたいなシステムでお金を集める人たちが問題になったりとかねこれだってそのやっている人たちはこれはすごくいいビジネスでね理想世界を作るんだ人が平等になれるビジネスなんだ資本金がいらないんだっつってそういうビジネスにみんな加担するんだけれども。 似たようなシステムでもいい,い,い、ね、ビジネスでいうのもたくさんあるんだけどややばいいいもものっもっぱりいっぱりあるわけですねとりあえず何か例えば宗教みたいなものでも最近ねうちになんかカウンセリングに来たいって来る人がね「秋山さんどんな宗教を信じたらいいでしょうか?」そろそろね年だしね「なんか宗教を真面目に信仰してみようと思うんです」「どんな宗教がいいでしょう?と」と私一番困る質問なんですよね。もう宗教もも自分で決められなないいいんんんかいって昔は追い返してたもんなんだけど でも確かにね自分も僕神様仏様大自然大好き見えない世界大好きなんだけど僕は宗教ってあんんまり好きじゃないんですよしかしその僕でもまあ僕は大学院で宗教学もやったんですけどその僕でも宗教問題を迷う。で今や例えば宗教の勧誘する人たちはほとんど入り口では何も宗教をやってるか言わないんですよね。なんか道でなんかすごく素敵な言葉を書いた看板を持って立ってらっしゃったりとか意外とこうなんか喫茶店やってらっしゃったりとか。 意外とあのいろんな会社とか組織の中にいっぱいもう意図をして入り込んでたりとか,でなんか仲間だと思って付き合ってるうちに宗教だったみたいなことってあるわけですよね、まあ、そういったものもんやっぱりもし入り口を隠しているとすればそれは何かね正々堂々としてない問題があるんじゃないのって疑われても仕方がないような気もします。でもやっぱり世間の人たちも逆にそういうものを勉強するっていうことも大事かもしれないですよね。 逆に言えば思想とか政治とか宗教っていうのは人と話をするとトラブルになりやすいだからこそ自分で必死に勉強しなきゃなんないし自分自身の個人勉強の力量が問われる分野でもありますそこがねすごく大事なところじゃないかなというふうに思いますわあ、そうですね いやなかなかね実はねこの質問ってねまあ、よく聞かれるんだけど明らかにしたくないところでもあるんですねというのはねあの僕はこの陰謀論を考えるとね政治家の気持ちがよくわかるんですよ政治家さんって A っていう概念に対して反対って言うと A に反対している人たちから献金もらえるみたいな面があるじゃないですか今やこのオカルト陰謀論のまあ、お好きな方の世界の中でもいろんな陰謀論があってですね そのいろんな方とのお付き合いがあるんですけどどの方からも秋山さん分かってますよねって必ず言われるんですね。うん、というのはあの A という陰謀論を信じきってる人 B を信じきってる人 C を信じきってる人この3者はそれぞれ仲が悪いとあの、うん、いうような話があって。 まあただやっぱり分析していくとその陰謀論っていうのは何かやっぱりその私今回キーワードで繰り返し申し上げてるんですけれどもそのキャラクターアサシネーションつまり何か武器として自分たちの持っている思想とか政治とか宗教の馬の合わない人たちに対して仕掛けられる攻撃的武器としてのこう陰謀論みたいなものがあるわけですね。要すするにあの悪いい噂の高級バージョンと言いますか そこにまた疑似科学とかオカルトで味付けをしたものっていうのがこう一人歩きすることもある。で今回の一連の授業の中でやったですねもともと何か秘密結社的な秘密の情報を共有する人同士がお互いの実は内紛ででもってですねこれが陰謀論が次々に同調するケースもあるんですよ。例えばあの有名なのはイタリアで昔 P2 事件っていうのがありました。あのっていうのはまさしくパイル2 と言われているその石の柱が2つって意味なんだけどある時その国のメイソンの幹部たちが次々とですね橋からこうロープで首を吊るされて死んでたりとかですねもうあたかも見せしめのように次々殺されるという事件が起きるんです。空見ろやっぱりフリーメーソンってのは可愛いよねとその人たちはみんなもうメイソンのメンバーだったわけですね幹部だったわけですね。 いやーメーソンってのは殺し合いをするんだって本当怖いよね犯罪組織だよねみたいな噂も世間的には言われ続けたんですが実際この事件の真相というのは実は信用団体であるメーソンリーの中にですね反射的な組織が入り込んでたでその組織の人間がですね一人がですねもう結構幹部まで上がり詰めてたんですねところが周りの人にバレたでこのことを隠すためにその反射組織が他の幹部を暗殺をしたと。 いうのがことの真相で結果それをメソンの陰謀伝説そのものと絡めようとしたとこういう側面があったわけですねやっぱり線引きを引いてお互いに何か秘密の問題があってその対立がこういったまあおかしな陰謀論を進化させるっていうこともやっぱりあるだからそういう陰謀論というのは困ったもんだなと私は思いますし あとでもねあの逆にもっと重要なのは重要なな秘密なんだけどでこれすごく人間にとってとか個人にとってとか重要なことなんだけど下手に教えてもなかなか分かんないよねっていう教育側知ってる側にいる人があのよく分かるまでこの集まりの中でやってねというような一般に流布すると誤解されるから特定の囲みの中でまあ教育をするという意味で えー、秘秘密密結社とといいうようよななもものののをを作作るる塾とか、ね、組織みたいなものを作る例えば最近では実は予備校の中にです、ね、いろんな思想とか宗教の人たちが入り込んでその予備校の先生が実は何かそういう特定の考え方を持ってるとでもその予備校の先生にお世話になった方は結局その教団の中に入っちゃうとかその思想運動の中に入っちゃうとかっていうことがよくあるこれはまあ大学の中でもそのどの教場にくっついていくかによって思想傾向が分かれていくみたいな問題もあるわけですよ。 教育の中における陰謀といいますかねくくりというものもよく増長するまあだからこういうものがいろいろあるということを踏まえた上でね皆さんが陰謀論を考え、まあ、楽しみながらそれを今度自分に突きつけた場合にそれは何なのかやっぱり恐れがまずあるそれを放置すると仮想敵を探してしまうそして闘争になる。この 恐ろしい我々の本能を断ち切るためにですね恐れを、まあ、あまりこう囲い込みせずにですね理性の光で常に照らせるようにしておくとその一つの参考知識としてこういった陰謀論というのは考えてみると面白いのかなというふうにも思いますがいかがでしょうか。そうですね、まあ、本当ににに、えー、今回のこののこ授業の企画にお話をいただいたただも いや面白いなーと思ってどんなに面白い陰謀論があるかっていうレクチャーはいろんな本にも書かれていたりテレビでも取り上げられることがありますね都市伝説っていう言葉で最近は別の括りで扱われることも増えましたねなんかゲームのカードが未来を予言している信じるか信じないかはあなただけですみたいなね。あの本当に特定の まあ、なんかことをこうあたかも信じた方がいいよみたいなね、えー、番組も増えてきておりますがしかし今回はやっぱりね陰謀論で一人歩きしている用語みたいなものをすごく真面目に手前に振り返って一つ一つ大切にあ分かりやすく解説するという意味ではいいレクチャーが手前味噌の話なんですけれどいいレクチャーができたんじゃないかなと思います。 あとはなんか僕が何かの陰謀にかんでると言われないことを祈るだけでございます。よろししいでしょうか <laughs> ということで私の授業はここまで。質問や疑問点相談事などありましたらコメント欄に書き込みをお願いします。それではまた次の授業でお会いしましょう。